株式会社町づくり鶴岡は、山形県鶴岡市に本社を置く、映画館運営などを手掛ける企業。全国的な例に漏れず、中心市街地が疲弊し、活性化を図ることが、喫緊の課題である鶴岡市において、地元金融機関である、省内銀行の主導と、鶴岡信用金庫の協力のほか、鶴岡商工会議所加盟企業32社の出資を、得て、賑わいのある。 住みよい中心市街地づくりを目的に2007年7月設立された。事業の第一弾として2008年4月には銀座商店街の一角に市内企業の共同参画方式で託児施設つぼみ保育園を開園した。さらに2010年5月には山王町に映画館の鶴岡町中木ネマを開館した。しかし岡町ネマは 2020年5月22日で閉館することになった。閉館後も町づくり鶴岡は鶴岡町中木根町基地内の他の建物を活用した賃貸料、ウェブ作成事業を当面継続するとしている。閉館を受け、建物と上映機材を残してもらおうと、市民有志が町木根の存続と再生を願う会を結成し6月22日から署名活動を行い、 8月5日に確定するまでに1万619人分の署名を集め、運営会社の町づくり、鶴岡などに市民の声として伝えた。その後、鶴岡市社会福祉協議会が町金の建物と駐車場を取得し、事務所を移転する意向を固めたことが明らかとなった。これは、市が11月17日に開いた市議会に対する主要事項説明会で明らかにしたもので、 現在、死相合保健福祉センター2階に事務所を置く者の,の手狭となり、新たな事務所用地を探していた。死社協が再建団代表の証品と交渉を行い、それがまとまり、来年度事業として理事会で承認されたもの。死社協は市民らの声を踏まえ、映画上映機能の一部を地域社会貢献の一環で残し、建物の改装を行い事務所を移転。 移転後には一部施設を映画機能付き交流スペースとして貸し出す方針で、近くの三老商店街などで作る山ま町づくりが同スペースの運営管理に当たるとしている。移転は2022年度を予定し、市は改修経費2500万円程度を補助する方針。同市三老町で創業していた絹、織物工場跡地を東北公益文科大,大学大学院教授を務める。 高谷時彦の設計をもとに、経済産業省の戦略的中心市街、地消業等活性化支援事業による補助金を受け、総事業費10億円が当時、リノベーションを行い映画館を整備した。4つのスクリーン、総座席数437席を有し、映画上映のほか、イベントなども開催していた。しかし、来館者数が13万人の来場目標に対し、 実績は8万人弱にとどまるなど低迷し、施設の修繕や設備更新の再投資が必要となる中、新型コロナウイルスに伴う休業要請など厳しい状況が重なり、同業他社への売却交渉も不調と終わったため、2020年5月22日に閉館することとなった。ありがとうございます。